日本酒というのはそれぞれ個性があるんですね。こう手をかけた分だけ愛情として返ってくる気がしているので、そういう駆け引きが本当に子育てと似ているなというふうに思います。アルプスピアホームプレゼンツ町の翼信州きらりびと、この番組はアルプスピアホームがお届けします。今年も始まった酒造りの季節、我が子を愛おしむような眼差しがありました。やっぱりこう出来上がったものを皆さんに飲んでいただいて、美味しかったからまた買いに来たよって言ってもらうと、もうその年の疲れは飛んでいくので。岡崎みどりさん、300年以上続く上田の造り酒屋に生まれ、当時として大役を担っています。酒造りは小さな頃から肌で感じてきた世界、大きくなったら家を継ぐ、そう決めていたといいます。大学で醸造学を学び、3年後実家の蔵に、先代のもと4年間修行し、杜氏として独り立ち、子育てをしながら老舗の味を守る、プレッシャーの中やめてしまいたいと思うこともあったといいます。その時ちょうど次女が生まれたばかりで、一つ一つもう全てが不安になってしまったのが最初のその杜氏になった年だったんですね。杜氏と子育ての両立、それを支えてくれたのは夫である健一さんでした。今は共に蔵の味を守っています。昔は私頑張りみたいなところがあったと思うんですけど、周りを見る余裕ができた今は、毎年いいお酒を作って皆さんに認めていただいて、次の世代に渡っていけばいいなという思いで今は作ってます。今日も町のどこかで岡崎さんのお酒がみんなを笑顔にしています。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。